歌舞伎役者の市川蔦之助です。よろしくお願いします。前回は、うん、食い気が多いって言われてしまいましたので、なんかね今日は、まあ、女子力を、はい、磨いていきたいなと思っております。はい、はい、今日は歌舞伎のお化粧を伝えるしたいと思います。伝えてくださいよー。歌舞伎のお化粧って、はい、そのエルちゃんどんな印象があります？一番やはり特徴的なのは、うん、お白いですかね。やっぱり白塗りだよね。そうなんですよ、ね、あ、白塗りっていうのはなんでこういう風にしたのかってわかる？もうそういうものが歌舞伎だからみたいな歌舞伎イコールまあまあそうなんだけどね昔歌舞伎が誕生した江戸時代ってもちろんやっぱり今みたいな電気もなければライトもなかったでしょ。そうですね、うん、芝居小屋っていうのは自然の太陽光を使ってたから、うん、だから夜明けとともにお芝居を始まって日が暮れるともうお芝居終わってたんだって。それプラスろうそくの明かりでやってた。だからやっぱりどうしても薄暗かったんだよね。だから自分の顔を際立たせるため、うんうん、目立つために真っ白に塗ってた。今日はちょっとそのお白いを持ってきました。わーすごい。粉じゃないんですか？粉じゃないんです。これね、本当に紙粘土みたいな感じなんですけど、ちょっとこれ硬すぎません？そうなん。これ塗るんですか？そう、これを一応水溶性だから水に溶けるから、はい、絵の具みたいにこうやってハケで溶かしてそれを塗るんです。なんていうのかな、セメントみたいな硬さ、うん、そう、だからそれでなんか工作できそうだよね。できそう。女方のお白いをはい、これから実際にお化粧していきたいと思います、はい、今こう下地って言って、はい、固い油、ものすごい固い油、これをよく伸ばして、はい、まあ、全体の顔に塗ってで、ぼかし、はい、赤のぼかしっていうのをこう先に入れておくんですね、はい、そうするとお白いを塗った時に後でふわっとこうピンクが出てくる。面白い。じゃあ実際お白いに塗っていきましょう。はい、だこうやって水で溶くとこういう風によく伸びて溶けてくる、ね、じゃあこれを一気にグッといっちゃいます。わーすごーい。あ、もうなんだろう、ためらいがないそう、ためらず、これね、乾くとダメだから喋らない方がいいです。ごめんなさい。いやいや、喋ってもいいんだけど、その迅速に塗らないと乾いてきちゃうね。へー。乾かないうちに塗って、これ本当は後ろまで塗ります。背中まで、はい、女方は、まあ今はもう、とりあえず省略してここまでにして。すごい、まつげも全部白くて、うん、すごい。で、スポンジでこうやってはたいていく。あー、なんか全然、結構本当にためらいがない叩きでそうそう、迷ってる暇がないなるほど。あ、本当に一気に真っ白になりましたね、うん、これは30秒。鼻の脇とか本当だ、目の周りだけほんのりピンクが、そうこれはぼかしって言って、まあ、色気じゃないけど、そういったものの香りに。女方は真っ白にしなきゃいけないから、もう一回二度塗りします。わー、ストレス発散になりそうすごい、本当にここまでだけだと本当に失礼かもしれないので、カットされてもいいんですけど、呪怨の男の子みたいなそうだね、音がちょっと怖いです顔の、ね、輪郭とかがすごいよく出ますから、なんか
ちょっと話す字を垂れときますか。これでまたね、そう下地に硬い油をちょっと足して、はい、そうすると一個だけ濃く作った。それだけで全然違うんですね、あ、ほんとだ。急に鼻がもう2割増しぐらいに高くなってる。T ゾーンがね。T ゾーン、いや女性も大事ですよ。コントローラーでね。カラーコントロールしなきゃいけない。で、これは粉をしろ。これ仕上げ。まああのちょっと落ちないとか、ツヤを消したりとかそういう意味で仕上げです。仕上げの粉をしろ。しとくと長持ちするって。汗かいてもなんか強そうですね。うん、そうそういう意味も。いやもう眉毛が一番難しいですから。そうね。勇ましいです。